どうも、暗号通貨ニュースでございます。今日は4月19日になりましたけども、ちょっと悪いニュースですね。上昇機運が高まっていた暗号通貨の業界なんですけども、ここに来てね、やっぱりね、冷却材料が投入されました。月曜日のことなんですけども、米国証券取引委員会 SEC は、シアトルに本拠を置く仮想通貨の取引所、ビットトレックスをいくつかの事業分野で 当局に登録していないということでね。証券法に違反ということで告発しました。まあ、証券法違反の方に関しましては、あのエクセル p リップルがね、えー、今争点になってるんで、また、あ、かなりね。リップル社に有利ではないかと思われていましたが、ここに来てリップルを含めた全てのね。もしかしたら暗号通貨に対して。 証券取引法違反なななんじゃいいかなっていうことになるかもしれませんこの訴訟では SEC が有価証券として分類する6つのトークンが取り下げられたということで、もうすでに取り下げられちゃったわけですよね。OMG なんてのは結構ね、あの、有名なコインだと思いますし、ダッシュもそうですよね。それから ALGO とか、そして TKN とかね、NGC とか、うん、こういったものっていうのは割と 目にする通貨ではあったと思いますけども今回の取り下げによってですね暴落が予想されているんじゃないかなと思いますでニュース続きますけどもこの発表は SEC が仮想通貨協会で開始した一連の訴訟の後に行われ中央集権取引所の金融証券取引委員会の視野にも入っているということですね、まあ、かなり危なっかしいニュースが吹き荒れてきたということなんで皆さんお手元の通貨には十分ご用心くださいそれではお疲れ様です